こんばんは、たくやです。ご機嫌ですね。そうですねそうですね。そう、これは作曲の元になる曲なんですよ。曲というか即興で、これから曲を作っていくっていう感じです。ちだ、まあ個人的なキャスですけど、個人的です。なんかよくわかんないのもいっぱいあるの。いいやつだけ曲にする。それがまた大変なんだよ。これはよくわかんない。ソドレを聞こうか。ソドレ。吟味しているわけですね。そういうことです。素晴らしいですね。ありがとう。これが鳥の歌です。要するに人はいろんなことを考える、そのぐちゃぐちゃが鍵盤に現れるという。そこからいいやつは曲にできる、できないやつはできない。感じでしたね。和と神羅、和と神羅、日本語です。和と神羅、先生だなんてとんでもないな。
合ってました、嬉しいです、ありがとう。この名前を知ってる人がこの世界には100人ぐらいだろうか。寂しいな。また僕のちゃんと曲にしたやつをあげてるんで、よかったら聴いてください。あのこれからもあげていくんですけど、クレオフーガーってサイトにあげてたんだけど消えちゃうんだよね。 YouTube です、これからは YouTube。ワトの言い訳、この言いっていう言葉の意味わかんないです。なんだろうこれ、あ、例か。意味、はい、和とは、それもわかんないです。鳥取かな、多分から、これ本名です、僕の。和とシンラー本名です。本名。このくだりあんまり珍しくないんですよね。いつもみんなそういう、これが本名です。まず曲を覚えなきゃならないっていうか、覚え、いい曲は覚えちゃうんです。
何回か聴いてるうちに愛着が出たら、私も八尾坂といい珍しいのですが、うん、嬉しいですね、珍しい名字の人。八尾さん、八尾坂じゃない、八尾いた、なんか下書きばかりで飽きるですね。先生の曲をサントリーホールでもいいけど、できたら東京カテドラルよなと、うん、即興演奏したいですね、そういうとこで。なんかそういう身分になれたらいいんだけど、なんか本当に年に1回でいいからカオスな即興演奏させてほしいね、そういう立派なところで。年に1回でいいから。僕は先生なんてもんじゃないよ、そんなんじゃないですよ。
ララ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 ラレミラレミレドミレレドレレミハミドセドセソラントラランタラランタタンラレミっていう曲でした。ありがとう、ありがとうございます。珍しい。クォータラ、クワトラムモンド、第四世界っていうのはパキスタンとかそういう国のことらしいですね。そうじゃなくて、人類が、人類がじゃなくて誰かが思い描いた第四世界っていうのがあるらしいですよ。あのなんかすごい理想郷みたいな、僕よく知らないのに曲名にした。第三世界ではなくて安心しました。良かったです。そういうことですよ。Thank you.
ありがとう。